京都の夏を彩る祇園祭は17日、呼び物の山鉾巡行を迎え、きらびやかな山鉾の祭列が都大路を優雅に進みました。午前9時ごろ、曇り空の下で先頭のなぎなたばこが京都市中心部の四条烏丸交差点を出発。貼られた人たちで切り落とす神事が執り行われました。交差点では、ここが豪快に方向転換する辻回しが披露されました。車輪の下に割った竹を敷き詰めて綱を引き、重さ10トン以上の鉾を一気に回すと、沿道の見物客から拍手と歓声が上がりました。京都府警によりますと、午後1時現在の人出はおよそ14万人。沿道の観衆は30度を超える暑さの中、華麗な伝統行事に酔いしれました。